とうございます。新一ありが届いてない、ありがとう。そうよ、あの事務所に届いたよって言ってくれとったやつよね。あ、届いてないわ、ありがとうございます。もうそろそろかな、お家に届くまでに結構時間がかかるけんね。猫さん、のりたま、はなちゃん、ありがとうございます。今日の金太郎くんはささみを食べれなくて、ふてね、かわいい。ささみ、え、どういうこと、あの人がささみを食べてるのを食べたい言うてやってきたってことか。お、カレタン好きなってなんやろか。コロボありがとうございます。四国で一番人口の多い市は松山市正直私も高松の方が多いと思ってた嘘、コロボほんまにありがとうございます、良き情報を。四国で一番人口の多い県なんだと。やったぜ、多い市か、嬉しい。大子さん、ひらがなのまささん、ふわドラチョコ、みんなふわドラ食べてますね。あとさ、みんなさ、あの梨のジュースめっちゃ飲んでない？みんなありがとうございます。なんかお4日くらい前かな、私がお供で飲んでた梨スムージーが美味しい美味しいって言って飲んでたら、みんな買って飲んでくれとって嬉しいです。美味しいよね。のんちゃん、おうち久しぶりや、ありがとう。ゆっきーさん、ゆういちさん、さとちゃん、クラシアのぶさん、みーしゃさん、ありがとう。今日もかのうさん、どなるのさん、フジモンさん、やっくん、どうしたうさみ、あーあーってなっとるやんか。こんばんは。それうつも大変やろそれ。たかほしハートさん、ありがとうございます。お、サバカンさんや、三等賞さん、くまさんさん、高校とわっくんの父ちゃん、たつけんさん、あらなみ、みぞさんに、けんじ、山下さん、サマラブさんもありがとうございます。あさみさん、ひまわり、ありがとうございます。あ、のりたまそう、つぶやいてくれとってありがとうね。あのビス10月号増刊の、あの明日発売の、明日か、もう明日、もう明日か、早いね。明日発売の9月1日のビスに乗らせていただいております。ぜひ。ありがとう。ジージーさん、かんちゃん、ぐっち、お、初見ミクさんや、来てくださっとる。おかさん、アントワーヌさん、じゅんじゅんさん、まみしばさん、ありがとうございます。めっちゃノリノリやん言うて。そうやろ。カタカナのゲンさん、コンドルさん、マティーニさん、ポップマスターさん、ヒロギンさん、おお、ありがとう。まーちゃん、まゆまゆさん、ジョーさん、こんばんは、ありがとうございます。おー、ケンジ、花束ありがとう。花束どこ行ったかな。花束、花束、花束の代わりに、ちょっと探しとこう。ありがとうございます。花束、中にはないな。あ、こっちか。あ、カバンの下にありました。ありがとうございます。エイジさん、トキキさん、ありがとう。ユッキーさん、ひまわり10個、ありがとうございます。お、草やん、お、本当に寝る準備万端だぜって言ってる。今日ゆっくりできた？今日ゆっくりできる日やったよね、確か。草やん、キムくん、ありがとう。いや本当に今日はもう本当おろしっぱの感じです。もうお風呂上がって、まあ、お風呂はもうあの朝昼、ま、昼とか前に一回入ったんやけど、そっからもうおろしっぱという感じですね。あのパストレートをにするわけでもなくそうなんですよ。キモくん、ありがとうございます。あ、言ったね、これ。てるてるさん、こんばんは。ローマ字のマサさん、竹山メイツさん、ありがとうございます。ケンジ、お弁当箱ありがとう。お、メイツさん、ムラチン、ムラピーさん、リュウさん、キュイーンさん、こんばんは。トールさん、いらっしゃい。オウムさんも、マユッチさん、マユさんも、こんばんはです。海鮮丼多くない？ポップマスターさん、前も海鮮丼食べてなかったっけ。美味しそう。隊長、アイス10個たくさんありがとうございます。スカパラドさん、かわいい、ありがとうございます。カリタン、カウントありがとう。今日も本当髪サラサラに見えますよって。そう、今日はね、わりかしね、サラサラなんですよ、髪が。でもちょっとうねっとる、うねうねサラサラみたいな。朝日さん、こんばんは、ありがとうございます。ユッキーさん、プチ、ありがとう。あ、エナさん、こんばんは。イベント中行けなくてすみません、本当に。エナさん、エナルームのエナさん来てくださってます。カウントありがとうございます。え、カノンさん、今も目の前にあるんですか、梨スムージー。みんなやるな。
私より飲んでるじゃないか。ローマ字のカズさん、ハギーさん、こんばんは。お、サバカンさん、カウントありがとう。お、ムラチン、今日のお供すナシスムージーって、みんなめちゃめちゃナシスムージーやないか。ピルクル、あ、みちゃおさん、いらっしゃい、カウントありがとう。カギちゃん、ひらがなのミキーさん、こんばんは。野菜とめさん、ありがとうございます。そう、皆さん、暑い日がめちゃめちゃ続いてるので気をつけて、本当に。サトシさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、そうか、もう月末やからね、お仕事忙しい方多いよねお疲れ様です。あ、ひろしアンダーバー M さん、こんばんは、ありがとうございます。お、コロボ飲んでなしって言ってる。飲んでみてなし、本当に美味しいわよこれ。ガックンさん、こんばんは、ありがとうございます。ポンジュースキャンディー、食べたことないな。そんなんがあるんや、初めて知りました。ポンジュースキャンディー美味しそうやな。え、本当、大工さん、飲んでみましたか。どうやった、なしの。いらっしゃい、大工さん。モロイさん、セイジさん、こんばんは、ひらがなの。あらなみ一瞬、ありがとうございます。あ、マサさん、昨日言おったね、国立小坂から見るって。あ、私もね、最近ジブリの中では一番最近見たかもしれんな。まみしばさん、カウントありがとうございます。ありがとう。そう、今日はあのハルポン生誕の時のチェキが届いたよね。皆さん載せてくれててありがとうございます。まゆさん、カウントありがとう今日さっきご飯食べたところだからさ、めちゃめちゃこうつっかえてるんですが、すみませんね。うんって言うかもしれん、たびたび。ようちゃん、こんばんはです、ありがとうございます。 DRM リーダーさん、こんばんは。あつさん、負けそうやけど負けてないよ、頑張って。皆さん大丈夫？私はお仕事があっても外のお仕事がある時の方が少ないからさ、うん、全然大丈夫ないけどね。外でお仕事の方とかはめっちゃ大変やろうから。え、大阪の食べログナンバーワンラーメン屋に行ってくるだって、うさみ。え、しかも平日しかやってないんですか。豚骨なのかな、それ。美味しそう。おひつりさん、こんばんは、ありがとうございます。え、カルピスの検証でカルピス柄の浴衣の浴衣リカちゃんが可愛いよって、何それ、何可愛い。よしれんなさん、こんばんは、ありがとうございます。おー、まゆさん、だるまにハート、ありがとうございます。おー、ケンジ、ありがとうございます。ビス嬉しい、明日セブンで受け取る予定ですって言ってくれとる。え、おひつりさん500回訪問、ありがとうございます。嬉しい。あら、今日で500回なのか、早いな。もう毎日来てくれてありがとうございます。もう500回になるのか、嬉しい。ありがとう、今日も35分ありがとう、コロボ。カーミットさん、いらっしゃい、ありがとうございます。カラタチの道、初めて聞いたぞ、コロボ。わからぬ、その曲。ザ・ブームさんのかな。ポブマスターさん、あ、クマ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、クマおりました、ここに、ありがとうございます。あ、リオさん、カウントありがとうございます。あ、全然よ、来れる時に、ありがとう、すごいいっぱい来てくれよるから、いつも。リオじいさん、ハートありがとうございます。オウムさん、一周とカウントありがとうございます。今回新曲もエブ、ん？ PV か MV？ MV かな、 PV あるのって。いや、一応予定はしてないんやけど、撮りたいよね、なんか撮っていただきたいけど、それもそれで今なんか撮れない時期なのかなという感じなのかな。てか、せっかくさ、夏の曲やからさ、夏もしその MV とか出させてもらえるんやったら、夏にね撮りたいですよね。
何じいじいさん、梨のスムージー飲んでくれたんしかも。あ、ブドウ糖が入ってましたって言って、ブドウ糖ダメな方なの？ブドウ砂糖の。そう、甘いよねちょっと。オウムさん一周とカウントありがとうございます。ハッピーエンドさんカウントありがとう。お、コウトクさんいらっしゃい、ありがとうございます。今日もローマ字のマサさん、だるまありがとう。荒波カウントありがとうございます。おお、トールさんも同じのスムージー飲んでくれたのか。インスタ見て即買いしました。インスタに載ってたの？なしのスムージー。メンピンソクさんカウントありがとうございます。なんか桃のケーキ、桃のケーキ美味しそうやな。いただきながら視聴中やて。フジモンさん草やん2週とカウントありがとうございます。あら、体に染みついちゃったよね、その時間に起きるということが。いやでも4時は辛いよね、毎朝。ほぼ毎朝やったっけ、4時に起きるの。やばいな、4時。真っ暗じゃん。マササーティワンさん、こんばんは。え、梨スムージー、セブンイレブンに売ってた。私が買ったのはセブンイレブンです。あれ？盆栽さんのまずコメントを読めれてないぞ、私。ヤマピーが盆栽さんだよって言ってくれてるけど。え、ごめんなさい。え、待って、盆栽さんのが。あ、おった！盆栽さん、弁慶の泣きどころさんの勧めで来てくれたのか。ありがとうございます、嬉しい。弁慶さん、そう、毎日最近来てくださっとって。盆栽さんいらっしゃい、ありがとうございます。読めてよかった、初めまして。嬉しいですね、来てくださって。ジンさんこんばんは。おー、健康診断お疲れ様です。健康診断か、今日。青メガネさんハート、ありがとう。今日もゴエモンさんに、あ、畑田さんいらっしゃいませ。お菓子の畑田の社長の畑田康弘さん、今日も来てくださってます、ありがとうございます。畑田さん、畑田社長が来てくださってます。サンクドーさんもこんばんは。ドナルドさん2週とカウントありがとうございます。おひつりさんバラありがとう。ペガサさんハートいつもありがとうございます。ムラチン1週ありがとうございます。うん。お、ロッピーさんこんばんは。ひなこ城からグエコ触りながら見てるよって。おお、グエコがあるの、ひなこ城に。ケンジかわいい10個ありがとうございます。お、シュウさんかな、いらっしゃい、ありがとうございます。あら、なんでやろう、サトシさんチキ届かんって言ってる。おお、ほんまに、もし遅いようやったらまた言ってんな。お、隊長こんばんは、ありがとうございます。てれてれ。あ、ほんとにサバカンさんめっちゃ好きやね、国立小坂から。5周も、え、一気に5周したんですか、国立小坂。すごいな。いや、いいよね、めちゃめちゃ国立小坂から。なんか他のね、ジブリのやつとちょっと違う感じがするんよな。あの朝ごはんの歌やったかな、あの曲もめっちゃ好き。ローマ字のカズさん一周とカウントありがとうございます。ペガサスさんかわいい、ありがとう。おー、愛を知る人さんや、こんばんは。隊長セミありがとうございます、キュンです。新一エモン尊い、ありがとうございます。マミシバーさん、マミシバーさんプチありがとう。500回訪問のおひつりさんに愛情いっぱいのヨシンコ、おひつりさん500回訪問本当にありがとうございます。よしんこ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 。愛を知る人さんかわいい、ありがとう。声さいさんセミありがとうございます。サンクドーさんカウントありがとう。さとちゃんセミありがとうございます。早いね。あれ、今日野菜の日なんだ、知らなかったぜ。ひなおちゃんは何の野菜が好きって。で、私野菜全般好きなんだよね、何でも。でもあのちっちゃい時はピーマンが大好きで、トマトも、私なんか子供が嫌いな野菜ランキングベスト3が一番好きやったよ。あのピーマンとトマトとナスが大好きで相当食べてました。今は何だろうな、今トマトが一番好きかな、野菜の中で。めっちゃ食べよる、プチトマト。
リッキーさん一周ありがとうございます。子供の頃から遊びに行ってた。あ、そうそうそう、どしまえん、昨日もね、どなたかが言ってくれとったんやけど、今日で変異しちゃうんだって。そうなんよ。あの、名前聞いたことあるから、めっちゃ有名なとこやったよね、多分。わあ、盆栽さんありがとうございます。星投げしてくださって嬉しい。ペガサさん2週とカウントありがとう。チャンミユーさんこんばんは。 STU さんもこんばんは、ありがとうございます。あ、寝る前にありがとう。お、ケンジ2週とカウントありがとうございます。リモート MV ですか。あるよね、リモート MV。 どなたがだ、乃木坂さんだったっけ、あの出されとったよね MV、 リモートで。あれ AKB さんやったか。島歌てごの花が咲き、風を呼び嵐が来た、繰り返す悲しみは島を渡る海のよう。ありがとう。合っとるかなこの島歌で。シュウさんカウントありがとうございます。モトさんいらっしゃい。ユウスケさんひらがなのいらっしゃいです。あ、STU さんビス予約してくれてありがとうございます。嬉しい。明日発売のビスに武田が登場予定です。雑誌ぜひ買ってください。おひつりさんありがとう10個ありがとうございます。え、はやうさみありがとう、ふるありがとうございます。春日の新刊出るらしい。え、マジですか。え、春日の新刊、え、続編ってこと。ほんまに。ある晴れた日のこと、魔法以上の愉快が限りなく降り注ぐ、不可能じゃないわ。ありがとう。いや、ジンさんなんかパソコンだったら訪問回数ランキングに載ってなくてもわかるらしい。そう、アプリかな、何か入れたら。ユッキーさんセミありがとうございます。夢を追いかけてひたすら走ってた、そんな日の僕はどこへ行ったの。ありがとう。カノンさんダルマレンジャーありがとうございます。お、誰だどれだ、ミリ、トミ、トミルカさん、はじめまして。ショールームデビューだって、来てくださってありがとうございます。いらっしゃいまし。そうなんですか。 TT さん、橋本環奈さんの熱愛報道で出たんですか。初めて知った。知らなかったぜ。おお、コンドルさんよっきありがとう。ビスも一緒にぜひ。嬉しい、たくさん買っていただいて。あ、小枝さん甘いの NG な体なんだけど飲んじゃったって。どうやった、あんなしスムージー。そうかそうか、ちょっと甘めやね。じゃあ隊長クマありがとう、ほんまにありがとうございます。ありがとう。ユッキーさん小判ありがとうございます。小判ありがとう。あららら、ユッキーさんバラに花束までありがとうございます。世界の脇尾さんのインスタ見てって。え、何書いとんやろ、何何何書いとんやろ。ちょっと待って、コメントが。おお、てっちゃんこんばんはです。ありがとう。今日のお供は間違えてそうめんの束3湯がいてしもた。 3? えぐ、今日はしっかりえぐいですね。 3束ってこと。ゆういちさん今日もフルありがとうございます。もろいさん2週ありがとう。最近めっちゃ来てくれて。あら、りこさん昨日もコメントくださっとったよね。あのローマ字のリコさん来てくださってありがとうございます。嬉しい。みせひろさんこんばんはありがとうございます。ま、はたださん一周ありがとうございます。おやすみなさい、ありがとうございました。はたださん明日も頑張っていきましょう。よいしょ。一
いつもありがとうございます、本当に。お、ゆうじさんこんばんは、ありがとう。あ、くさやんにローマ字のまささん、フル、ありがとうございます。寝る前に水とポカリを合わせて1リットル飲んでも起きるとき脱水で頭痛い。あ、ほんまに寝とる間にね、あの水分がね、私もあの喉乾いたら起きるな、めっちゃ夜中になんか起きてお水汲みに行ったり、汲みに行くとかお水入れに行ったりして飲んどるなね。でも汗、私あんまり代謝が良くなくて汗はあんまりかかないんだけど、でも喉が乾くんだよな、めっちゃ。どこに溜まっとんやろ、このこんな大量に。あ、本当は体調無理せず、明日早いんだって。みよっこさんこんばんは、ありがとうございます。え、どんなんやったっけ、理事長に向けた歌って。サバカンさん、ミーシャさん2シュートカウント、ありがとうございます。ミントさんこんばんは。ミントさん、あの沢崎さんの、沢崎プロの本買ったよってつぶやいてくださっとった、いらっしゃいまし。さすらいハンターさんこんばんは、ありがとうございます。マサさん一周ありがとう。クマの子見ていたかくれんぼ、お尻を出した子一等賞。セロリは食べれるけど、あー確かに、うん、まだ好きではないかもしれない、セロリ。確かにセロリ美味しいって言って食べる人あんまり見たことないな、逆に。あ、わかります、トマトはミニトマト派です。私もなんか濃厚よね、ミニトマトの方が。ムラチンセミ、ありがとうございます、嬉しい。あ、ヨッピーさんにターボさん、フル、ありがとうございます。うちの娘も喧嘩しながらピーマン奪い合ってます。それは相当好きやね。すごいな、いいね、それ良きことやわ。タツケンさんにしんいち、フル、ありがとうございます。ゆうじさんカウントありがとう。あ、弁慶さんありがとう。盆栽さん来てくださってました、ありがとうございます。しかも星まで投げてくださって2周切りできませんでしたって。グッチフル、ありがとうございます。そう、8月がなんと今日で終わりということで、めちゃめちゃ早いね、ほんまに。トールさん一周ありがとうございます。としまえんか、昔あの子とデートしたよなって。誰だい誰だい、みんなもう誰だい。大工さんフル、ありがとう。もう休んどってんのにありがとうございます。だけどこれだけは譲れないものだった、大きな声で叫んでみたらいつも心は笑ってた。ありがとうございます。元気になったかな、大工さん。イナッチさんこんばんは、ありがとうございます。我が輩トマトは好きだけど果実感覚なのでご飯時の時に食べれない。あ、それはあるかもしれんよね。あの、わかるかも、それは。ご飯とかは絶対合わんしさ、最初のサラダの時に一緒に食べて、次なんかスープ飲んでから食べたりしよるかな、私も。そんなご飯トマトとか私もいけんと思う。あ、トキキさんフル、ありがとうございます、嬉しい。あ、そうよね、サンクナさん、リモート MV やってたのは乃木坂さんですかねって。それをね、M ステか何かで見たんですよ、この間。めっちゃ良かったです、本当に。すごいと思って。ムラピーさんフル、ありがとうございます、嬉しい。今日もラックンさん、セミありがとう。本日メロンパンのハッピーターン味なるものを食べました。え、主体はメロンパンのハッピーターン味ってこと？それは勇気がいるね。どうやった？お、やっくんフル、いつもありがとうございます。そして梨スムージー、ここにも飲んでくれてる方が。あ、白玉さんありがとう。しまうた、あ、そういえばしまうたは中学校で劇をした時に私がね歌ったんですよ。あの全校生徒の前で、中学の時に。中学はなるべくこう、あのおしとやかにおとなしく生きてきたんですけど、中学校3年生の時それが覆された瞬間でしたね、本当に。なんか
すごい心に記憶に残ってます。その劇をやった時に島歌を歌う時があって、めちゃめちゃ緊張した。本当にペガサスさんフルありがとうございます。野心家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 ひろくんおかえりなさい。今帰ってきたのか。バンクーバーさん今日も来てくれてありがとうございます。かんちゃんフルありがとう。かんちゃん朝11時にふわドラ買いに行ったら売り切れ人気すぎる、すごい。まーちゃん、まさか140円のお菓子を予約するとは思ってなかったって言ってる。あ、予約して帰ってきたの。ほんまにめちゃめちゃ人気やな。ふわドーラ。スカパラダさんカウントありがとうございます。津田さんこんばんは、ありがとう。ドナルドさんフルしてくれてありがとうございます。チュチュチュン、うん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 、僕、うん、僕アンパンマン、アンパンマン。はい、さといさん一周とカウントありがとうございます。あ、本当に、それも私が飲んだやつじゃん。今日はピンクレモネード買ってきた、だって。それ私好きなのね、その味。それもちょっとリピートしたいな、ピンクレモネード。それもセブンだ。あんあつさんこんばんは、ありがとうございます。すまちゃんこんばんはです。あ、コロボフルーありがとうございます。早退ばかりしてたから久しぶりなりなそう、ちょっと最近夜遅くてごめんね、始めるの。吉田さんにシーキャンさんかな、こんばんは。シーキャンさんこんばんはです。さて問題です。この暑い中ビールと梨スムージーがあります。さてあなたはどっち。いや梨スムージーかなだからビールをさ、まだ美味しいと思える年じゃないのよな。でも同級生のさ、友達とかでもビール好きな子はいるんだけどさ、でもその友達も一握りだよね。そんなにビールまだ好き、ビールしか勝たんみたいな友達いないよ私ビールしか勝たんって言えるようになる年って何歳くらいなんやろまあでもすごいね、もう二十歳飲めるようになってからずっと好きな人もいるかもしれないから、わかんないけど。まさゆきさんこんばんは、ありがとうございます。ひなわちゃん、あ、知ってるよ。プロテイン、なんて読むんだっけそれ。サバスっていうものかな。それはジムに行ってた時にね、作ってもらったりして飲んでましたね。それなんか、おひつりさん来る、ありがとう。そして500回ありがとうございます。嬉しいです。いつも配信ありがとうって。こちらこそいつも来てくれてありがとう。光る流れ星に届け、きっと毎日がハッピーデイズ。ありがとうございます。お、中さんありがとうございます。こんばんは。カタカナの中さん嬉しい口呼吸って、口呼吸なんかな今口呼吸かな、だいたい鼻かな。ヨシレンナさん2週とカウントありがとうございます。お、ケンジフルありがとうございます。ちかこさんこんばんはです、ありがとうございます。いつも可愛いけど髪縛ってない方が、あ、本当に本当、またじゃあ下ろして。でも結局ね、夏だから用事があってお外出る時とか結局ククっていっちゃって、そのまま配信になることが多いんですよ。また下ろしますね。そうなん、ゲーム配信せとかよね。そうなん、そしてさ、次のゲーム何がいいかなと思って、スニパーズはさ最近始めたので、またホノピーとか、まあ、ハルポンとかサクラとかも呼んでね、できることが夢なんですけど。私4人でスニパーズ絶対楽しいっしょ、あれゲーム配信。やけどこう1人でさ楽しめる、もうちょっと何かレパートリーを増やしたくて、ゲームのなんかないかな、なんかないかな。
セロリ大好きなんだけど、ほんまにおひつりさん、どういうとこが好きなん？セロリの。すごい癖強くない？セロリって。あ、ね、猫の恩返しと耳をすませば私も好きです。懐かしい。アスポン、こんばんは。あ、そうなんよ、それちゃんと覚えとったんやけど見れんかった。アスポン今日で終わりやろ。今日で終わりよね。三等賞さん、ムラチンフル、ありがとうございます。まゆまゆさんフル、ありがとう。皆さん、マササーティワンさん、セミ、ありがとうございます。うん。車走らせるあなたの横顔、嫌いじゃない、少し黙ってよ、ハートがどこか焼けるように痛いよ、ウィンドウ開けて街中にバン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 。ありがとうございます。コンドルさん来る、ありがとうございます。ほやね、じゃあ音も紹介させてもらおうかな。今日の甘みしばさん、本当に好き嫌い多いから尊敬するぜ。私も好き嫌いそんな全然なかったわけじゃないんやけど、もう今はほとんど食べれるかな。あと食べたことなくて、どうなんやろうって思うのがパクチー。パクチー食べたことないんですよ私。でもみんなめっちゃ好き嫌い分かれるって言うやん。がちょっと怖いな。あ、アントワーヌさんに、てるてるさんフル、ありがとうございます。ありがとうございます。私スムージー買いましたって。自分も、あ、本当に、アントワーヌさん、あららら、めちゃめちゃ皆さん買ってくれとるじゃないか。恋さしさんフル、ありがとうございます。明日からちょっと前の業務に戻るのでフル参戦できなくなるもかもだけど、できるだけ来ますね。あ、ありがとう、頑張ってください。お仕事無理せず。お、大園亭梅マヨさん、来てくれてありがとうございます。嬉しい。はじめまして。エイジさんフル、ありがとうございます。元気100倍アンパンマン。はい、もう私チューニングなしでいけるよ。ヒデキッチさん、はじめまして、来てくれてありがとうございます。ヒデキッチさん、あ、ぬくもりさん、いらっしゃい、カウントありがとうございます。小さい頃毎日マヨネーズつけてそのまま食べてました。何の話じゃっけ。野菜、野菜じゃっけ。セロリか。まー、あ、ちゃん、カウントありがとうございます。今日はマンゴートルテ、フルーツロール、みかん大福、金時のさん、すごい、めっちゃ買ってる。え、何そのマンゴートルテってめっちゃ美味しそうなんやけど。マンゴー好きだからな。教授タワさん、こんばんはです。ありがとうございます。カズシさん、こんばんは。ありがとうございます。猫さん、フル、ありがとうございます。猫さん、フル、ありがとう。りょうさん、こんばんはです。しごはです。って言ってくれて、お疲れ様です。今日も夜遅くに。お、ようちゃん、フルしてくれてありがとうございます。セロリとパクチーが苦手、あとはトマトジュースもって言ってる。やっぱセロリが苦手な人はパクチーも苦手なのかな。どうなんやろ。トマトジュースも嫌いなんや。おー、ほんまに。トマトジュースはめっちゃ好きやな私。ストリートくん、こんばんは、ありがとうございます。てっちゃん、カウントありがとう。チェキ届いた、ハルポンで書いてたやつとクラッカー持った。あ、昨日言ってくれとったよねそれ。そうそうそう、ハルポンってね、色紙、本当はあれ色紙字も見える予定だったんやけど、字があまり写ってなかったんでハルポンって書いたんですよ、上から。お、隊長フル、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、よしんこしてくれて毎日ありがとうございます。カノーさん、フル50、だるまりんじゃ奥様もフル、ありがとうございます。2列目の上から3番目か。うん。ひとつ山越え、もうひとつ山越え、あの山越えて
私はあんたに惚れちょるばい、惚れちょるばってん言われんたい、おいおい彼岸持ちかまれば、若者衆もよらんすけん、くまんどんのよじょもんみゃりにゆるゆる話もきゃしゅうたい、男ぶりにはほれんばな、タバコ入れの銀金具がそれが因縁たい、赤ちゃかべっちゃかちゃかちゃかちゃうちゃちゃちゃんちゃんちゃちゃんちゃらんちゃんちゃん。おてもやんでした。いやだってこのブブ歌った初めてかもしれんな、配信で後半を。ひろひさんこんばんは、ありがとうございます。ひできっちさんカウントありがとう。あ、ミーシャさんフルありがとうございます。今日もありがとう。はちさとさん夜遅くにありがとうございます。こんばんは、フルしてくれてありがとうございます。ちさとさん嬉しい。ピンクレモネードめちゃめちゃ美味しくて、おにりぴかく、あ、今飲んでますか。いやそれなんよ、めっちゃ美味しくないか。さとしさんピンクレモネード。くにちゃんこんばんはです、ありがとうございます。てかどこのコメント読んでんのって、今ここよ。何分遅れなんだろう、7分遅れくらいかな今。そんぐらいです。ごめんビールだわって、いや大人やな。カツポンこんばんは、毎日元気よ私は。どうカツポンは。てっちゃんにまさゆきさん一周ありがとうございます。タイムボカンシリーズ知ってる。え、どういうこと、ヤッターマンはタイムボカンシリーズなの。初めて知ったんやけど。今年27歳、ビール未だに苦手、多分一生って言ってる。あ、ほんまに。なんかね、私調整してみたくて、いつやったか、去年やったかな、飲んだんですよね。去年飲んだら パンの味がしたよね。ちょっとパンのなんか苦いパンみたいな味がして、小麦使ってるからかな。あ、ね、白玉さん、ソーっていうアイスの梨味出たんだ。私好きですそのアイス。ひなおちゃん21です、21。ひろひさんカウントありがとうございます。先飲みでもビールを好まない人はいるよ。あ、ほんまに。なんかビールを飲む目的がさ、なんかキンキンに冷えたビールをグビッといき、なんかあれやろ、味が美味しいとかそういうんじゃなくて、なんかこう帰ったらビールみたいな、もうつきものみたいな感じなんやろ好きな人は。あら、まさゆきさん嬉しい、フォローしてくださってありがとうございます、嬉しい。え、本当ですか。待てよ、大園亭梅まよさん、皆さん同い年じゃないか、嬉しい。コンソンさんフルありがとうございます。コンソンさん、ひなおちゃんは海とか自然か、ディズニーとか遊園地か、どっちで遊ぶ方が好きですか。どっちも大好きです私。海で釣りとかしたいし、でちょっと山はね怖い怖いけどね、海は行きたい。でディズニーと遊園地だったら絶叫が多い方がいいな。富士急とか長島スパーランドとか行きたいです。富士急はね一回行ったから、長島行ってみたいよね、めちゃめちゃ。お、フジモンさんフルありがとうございます。フジモンさん、紅の豚噛んだよねって、何、紅の豚噛んだよね、あ、男だよねっていうことかな。それ噛んで書いて男って読むよね確か。4人でボンバーマンやってほしいな。だってボンバーマンですか。4人で桃鉄、あ、桃鉄やってみたい。1人でもいけるかな。ちょっと待って、みんな1人のパターンくれん。1人のパターンで面白そうなやつ。ちょっと直近でやるなら1人やけんさ。ラーメン食べすぎとしちゃんさんフルありがとうございます。ありがとう。久しぶりにひなビンタで今週の気合、あ、そうか、今週始まりました。ラーメン食べすぎとしちゃんさん
元気100倍ひなびんた。やばい、めっちゃ響いちゃった。頑張っていこう、今週も今月も9月も頑張っていこう。小説家さんこんばんは、今日もありがとう。バタコさんいらっしゃい、今日もありがとうございます。おーい、オラしんのすけだぞ。どう？あまり似てないよな、私のしんちゃん。あ、りゅうさん、フル。いつもありがとうございます。ビール苦手です。でもひなぽんしか勝たん。ありがとうございます。ビール私も苦手です。相川七瀬さん、そうやね、3曲ぐらいはわかるかな。ムロキックさんこんばんは。時の屋さんこんばんはです。ありがとう。あ、のりたまパクチー苦手やって言ってる。そうなんよ、食べてみたいんけどね、ちょっとなんかみんな苦手って言おるからな。すんごい癖のある味なんやろな、パクチーは。そうそう、さっき聞いたゆかりさん、橋本環奈さんの熱愛ね。そうなんですよ、パクチーと人参が大嫌い。あれ、おひつりさん人参嫌いなんですか？ほんまに。人参誰だっけ、メンバーも嫌いな子いるよ。あの人参、うん、いるいる。あの炒めたりしたらあんまりあれやけど、結構生っぽいのがダメなんじゃない、多分なんか味みたいなんがどうなんやろ。ナススムージーはやばいやろ。飲んでみたいけど。ユッキーさんフル。ありがとう。乾いてゆく心の中は何が欲しい、指きたす貧困層、混沌スパイラル。ありがとうございます。なんか今日さ、この光がさ、なんかちょっとでも消しとったらちょっと暗いのよね。暗いよね。どうかな、暗いですか、消しとったら。どう、なんかね、白い服着てるから顔が赤く見えちゃうのよね、なんか。あ、みちゃぱさんカウントしてくれてありがとうございます。嬉しい。あ、サイレイナさんのルームから来てくださったのかな、ありがとうございます。前も来てくださったように みちゃぱさん。セロリダメな人はパクチーはさらに無理。あ、ほんまにな、ダメかもしれん、私もしかしたら。お、わっくんの父ちゃんさんに白玉さん。フルーしてくれてありがとうございます。全然ですよ、毎日こちらこそ来てくれてありがとうございます。今日何日目だ、1023日目かな。今日も京都でありがとうございます。アマハこんばんは、来てくれてありがとう、夜遅くに。ハラメタルンフル。ありがとうございます。どこで壊れたの、フレンズ。うつむく日は見つめ合って指をつないだら、フレンズ。時が止まる気がした、口づけを。あ、ビール同じ年の、あ、そうやそうや、しっとりしっとり、橋本環奈さんがビール好きなんやね。初めからいけたんや。そうそう、お酒が好きなんですよね、確か。そうなんよ、ビールね。でもそのうち美味しく感じるようになる気がするけどな、私も。椎茸めっちゃ好きです。わかります、椎茸私も大好きです。あの、もうお鍋なんかほぼ椎茸です。もう開けた瞬間もうボッコボッコしよる椎茸が。鍋の上でもうボッコボッコ、本当に。あの、切らずに入れる。なんかこう、こう切り込み入れてこうポンって置いとる時が多くて、でちょっとでっかいやつ置いとるんですよ、いっぱい。いや、わかる、食べたい。バタコさんカウントありがとうございます。ひなぱんまんです。ナパンマン。あ、グッチ知った。え、それって今日決まったんですか、4人目って。な
なんか前1週間か2週間ぐらい前に決まらんかったっけ、さくらナイツのに入られた4人目のプロの方。お、太郎くんがほぼフルしてくれとる。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。おてもやみーよノリノリやろ、これえいことない、めっちゃこのおてもやん。ハギーさんフルありがとうございます。お、これ おてもやんなんですよ。なんかね、これのね、あのすごい不規則なところがおてもやんって始まるんやけど、2番なんよこれ、ひとつ山越えって全然違うんよ、あの曲が、もう曲全然違うから、あのすごいよね、作られた人も急に違うんよね曲が、っていう。なんか 2番じゃないのかな。こないだ美容院行って髪黒っぽくしたって。いや、明るさはね変えてない、ちょっと明るいかも今の方が。でもこことかね、私あの伸びてきたらやっぱ黒くなっていくので、染めたりして均一に茶色にしたって感じかな。あ、でも前がすごい色抜けてたから黒くなったかな、ちょっとなったかも。え、コウメダイコウメダイユさん、赤ちゃかべっちゃかのとこかな。そうやろ。ヌータンさんカウントありがとうございます。酒は酔うために飲むタイプです。おお、なるほど、酔うために飲むんですね。酔うのが怖いぜ私は。あ、モロイさん嬉しい、フル行きますって言ってくれとる、ありがとうございます。いやいや、ビールの味が美味しいです。え、本当ですか。ビールの味好きな人おりました、ここに。喉越しやねビールはって、しんごさんが。おお、そうそう、喉越し言われとる方多いよね。のりたまフルありがとうございます。未来へ、ほーら足元を見てごらん、これがあなたの歩む道、ほら前を見てごらん、あれがあなたの未来。ありがとうございます。マサさん、セミありがとうございます。ひらがなのマサさん、あ、マサさん明日からのお仕事頑張って、元気100倍ひなパンマン、ひなパンチ頑張りなすって。やばい、9分も遅れちゃっとる。え、隊長ほんまですか。おてもやんの歌を小学生の時に覚えさせられるらしいで。なんでやろうか、音楽とかでってことかな。大園さんか、すまぬ、読み方間違えたかもしれん。お、サバカンサ富士急結構行きましたって。長島スパーランド行ったことないよ、行ってみたい、めちゃめちゃ行ってみたいです、ほんまに。あースイッチ、そうなんよ。でもあのこれからいっぱいしていこうやったら PS4 を買おうかなとかも思いよったんやけど、まあ、とりあえずあのスイッチであるやつがいいなと思ったりして。お、哲彦さんかな、渡辺哲彦さん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。マリオカートなら一人でやりますよやって。あー、それはあります。マリオカート、マリオカートやろうかな、確かにマリオカートならある。ひなおちゃん意外に強心臓、強心臓あれかな、あのジェットコースターとかってことかな。いやいや、めちゃめちゃ強心臓よ私。でもバンジージャンプとかダメやと思う多分。あ、でももう飛ばんといかんような場面やったら飛ぶかもしれんけど、うん、極力嫌よねバンジージャンプとかは。ジェットコースター大好きなの本当に。富士急ハイランドがもう夢の国、一番の夢の国やったな私にとって。すごい楽しかった富士急。
まあちゃんフルありがとうございます。マンゴートルテは今日までの、え、今日までだったんですか。え、今日までだったんだ。え、じゃがいものサブ一箱くれました。やってよきー。じゃがいものサブ美味しいよな。めちゃめちゃ食べました私も。フル、ちょ待って、ミサカゴエスリャ雪降りかかるへ戻りゃあつまこ泣きかかる。ありがとうございます。お、てっちゃん2週、あれ、てっちゃん2週ありがとうございます。タイムボカンえ、何それ、やったーマン、ゼンダーマン、お助けマン、やっと出たマン、逆転一発マン、いたダキーマン、初めて知ったぞ。あ、何々マンって吸い取ったらそれってことかなあ、ナベさんとお呼びしたらいいのかな。ナベさんいらっしゃいませ。お二人目や、ナベさん。まやちゃんこんばんは、ありがとうございます。ね、ライト、あ、ライト暗いねって言われた。みんな目慣れた？ちょっと暗いの慣れました？皆さん、あ、リヒトさん、はじめまして。今回で20回目の訪問なのでコメントしてみました。それではまた、だって、ありがとうございます。20回も来てくれとったんや、嬉しい。どんどんよかったらコメントしてください、リヒトさん。あら、はじめましてでコメントを、20回目でコメントしてくださっとる方がおります。弁慶の泣きどころさん、おやすみなさい、ありがとうございました。たかじセブンさん、こんばんは、ありがとうございます。しいたけ最悪ですめっちゃ嫌いやん。しいたけわかるわ、わしは豆腐が好き野菜から離れたね。豆腐美味しいよね、めっちゃ。豆腐わかる。豆腐でもね、あの箸で、お箸で持ちにくいからちょっとな、熱い、あと食べるときに、まあ、全部熱いんやけど。メイツさん2週とカウント、ありがとうございます。本当だ、マサさん。え、私あの写真 見たよ。あのまだあの存じ上げてなかったんやけど、ホリプロさんか、ほんまやね。あ、りょうさん、セミありがとうございます。嬉しい、りょうさん。カリタン一周ありがとうございます。嬉しいでございます。なんか大ちゃん、大ちゃん数え歌のことかな、バタコさん。それおばあちゃんが歌ってたカラオケで、大ちゃん温度って。ポブマスターさんフルありがとうございます。今日もやばい、もう25分なんだけど、ちょっと締めてきます。まさゆきさんありがとうございます。嬉しい。もう少し待って、 PS、 え、 PS5 が出るんですか。え、ほんまに？もうちょいで？なんか iPhone みたいやね。え？待とっか、じゃあ PS5 買えるのかな。ドドンパとか藤山とか乗りたいです。わかる。あ、でもドドンパは痛かったな、乗るだけで。あの顔が痛い、ドドンパは。あの乗ったけど180キロで、あの徐々に徐々に出てくれるんやったらいいんやけど、一気にね、3、
2、1、ボーンって180キロ出るんですよ。からもう顔がもうウィヨヨヨってなって大変でした。ドゾンパもう痛ってなってびっくりした。息も吸えんしね。高所恐怖症のくせしてジェットコースターだけは乗れます。あ、そうなんや。観覧車はダメってことか。なるほど、そういうタイプの感じ。あ、アスポンじゃ見れてないわ、ほんまに。そうなんよ、お花つるつやんつやんつるん。そうなのよ、最近お肌の調子がいいのよね。ひかりさんこんばんは、ありがとうございます。アンジュレ、間違えた、アンジュビ、アンジュピオレさん、いらっしゃい、来てくれてありがとうございます。三毛猫さん、西尾とカウト、じゃんじゃんじゃん、じゃららじゃら、ありがとうございます。25分か、あ、そろそろ追いついてきたね。シナモンさん、セミ、ありがとうございます。セミカウント、カタカナのカズさん、こんばんはです、ありがとう。え、 PS5 待ってる、あ、本当に待ってるってことか。加速力が世界一、あ、そうなんや。え、ドドンパですか。いや、やばいよね、早すぎてびっくりした。アイラブメリーさんかな、カウントしてくださってありがとうございます。コメントしてくれとったら読めなくてごめんね、ありがとうございます。そうそう、ドドンパっていうやつがあるんですよ、あの富士急に。スターウルフっていう SF ドラマ、ど、 SF にドラマがあるんや。長島のスチールドラゴンと、あ、白鯨、そう、それめっちゃ乗りたい。新しくできたやつやろ、長島の。いや、めっちゃ乗りたいんやって、それ。スチールドラゴンも面白そうだな。原潤さん、いらっしゃい。ありがとうございます。ありがとう、乗りたま、追いついたよって。ジャスティさん、毎日元気です。ありがとうございます。PS5 は2020年の年末商戦。あ、ほうなんや、もうちょいやね、じゃあ。待っとこうかな。ブロッコリーが食べられない私は姪っ子に子供だねーって言われます。かわいい、姪っ子ちゃんがかわいい。ブロッコリーね、カリフラワーも食べれんのかな。じゃあブロッコリーどういうとこが嫌いなんやろ、味かな。ブロッコリー美味しくない、美味しくないですか。今日仕事帰りに新しい革靴を買ってきました。お、いいですね、靴が新しいと気分もね良くなるよね。靴すれん、靴ずれできやすいのでちょっと心配ですって言ってる。あー、そっか、靴新しいと靴ずれするよね。私もあんまり自分の足に合った靴をあんまり履けたことがないんだよな今まで。白芸討伐いっちゃうって、リゼロの話になっとる。ハンペイさんこんばんは、ありがとうございます。ひなおさんが好きなゲームのジャンルはアクションかな、アクション系が大好きです。戦う系かな。うん、またビス告知させてもらいますね、明日よね発売日。お、てっちゃんフル、ありがとう毎日。あ、おにぎりさん引っ込みました、もう完全に完全におらんなった。あのおでこにもおったんやけど、蒸れて、この前髪とかで蒸れてね、ニキビができやすいので、その子もおらんくなった。 USJ のフライングダイナソー乗ろかって言ってる。あ、フライングダイナソー乗りました、乗りたい。またあの後ろバージョンみたいなあるよね、あれがフライングダイナソーか。え、高っ、そんな高いんですか PS5、 10万円もするの。え、そんな高いの、びっくりびっくりドンキーやねそれ。ナオピーさん、そう、野菜の日なので今日たくさん野菜のお話ししました。ナオピーさんこんばんは。お、まやちゃん今日無印のメロンソーダだって、美味しそう。え、メロンソーダなんかあったっけ無印に。お、あさみさんカリフラワーもダメなんや、そうかそうか、ちょっと待って終わっちゃった。
キャマの曲流しとくね。竹山の曲流しときます。カリフラワーもダメ、木を食べてる感じ、木の味するかな、ブロッコリー。ほんまに、そっか、なんかこの茎の部分みたいな感じかな。あ、じゃあふさふさの部分は食べれるけどっていうことかしら。白芸のくだ、いやあの2期めっちゃ面白くない？リゼロ見てる人、2期最高なんだけど、あー戻ってきたなーっていう感じがする。リゼロが最高、本当に面白すぎる。リゼロ、タカッチさんこんばんは、ありがとうございます。タカッチさん、 PS5 は5万円くらいじゃなかったっけって言ってる。10万は高いなと思ったんやけど、あの PS4 前調べたんよ、 もしかしたら買うかもと思って、たら4万かそれぐらい、3万なんぼとかやった気がするんやけど、7万も高くなるんかなと思って。あ、5万円くらいなんや。まあ5万でも高いけどね。でもそれだけね、いろんなことができるし、バイオハザードやってみたいよね私、 PS4?5 で。だって怖いのがダメなんやけど私、あのお化け系がダメなんですよ。いけん、全然進まんと思うけどな、やってみたいんよ。でもスペードさんありがとうございます、嬉しい。レムがかわいそう、うん、レムもかわいそうやけど、スバルが今期のかわいそうすぎる、今期めっちゃスバルが本当に。あ、でもマイキーそうなのかな、私の推しはラムちゃんやからな。ラムちゃんたくさん出てきてくれてますね今のところ、最高。レムちゃんも出てきてほしいけど、救ってくれるでしょう。ホラー系いけるので、ホラー系ダメなんや私、もうめっちゃダメホラー系。バイオハザードをキャーキャー言いながらやるひなほさん見てみたい。あのね、キャーキャー言うんじゃなくてね、私ほぼ見ないんよ、もうずっと目つぶっとんよ、ずっと。あの実況とかね、 YouTube で見るときも、うわ怖いの来ると思ったらもうずっと目つぶっとって、こうやってで終わった頃に目開けるんですよ意味ないっていうね。だから私実況はできないかもしれないな、もしかしたら。どうかな、今日は目がギンギン、伸びても最後まで見られる、よかったじゃあ終わりますね、めっちゃ過ぎとるんで終わりますね。ラムちゃん可愛いよね、大好きです。ほんと、あ、エキドナ可愛いよね、リュウさん。いやわかる、それ最近めっちゃエキドナ可愛いなと思いよるね。ある意味目隠し配信そうそう、ブロッコリー、カリフラワーを口の中に入れることを想像しただけで逃げ出したそんなに嫌いやったんか、あさみさん、ほんまにそれは失礼いたしました。そうか、結構なんかブロッコリー、カリフラワーって食感とかも違う気がするんやけど、木っぽいか、ちょっと木っぽいと思いながら今度食べてみる。いやほんまに目つぶっとる、ずっと。脇田さんはね怖いの大丈夫なんですよ、それが。ああ、見えて、脇田さん怖いのめっちゃ見よるんですよ YouTube とかで。なんかあの事故物件の映画とかもめっちゃ見に行きたいって言って言おるし、なんかこの携帯でなんか怖いなんか映画のなんかあのネタバレみたいなの見たったりとか、やめてやめてやめてってなるもん、本当にすごいよね。多分4人の中で一番大丈夫なんやと思う、ほのぴーが怖いのすごいね。ほならちょっとギフト読ませてもらいます。ユッキーさん、バラにハートありがとうございます。シナモンさんもハートありがとう。あ、ダルマもくれとる、ありがとうございます。ゆういちさん、ひまわりありがとう、ニコも。声差しさん、小判受講ありがとうございます。あれ、どこいった、あ、おったおったおった、ありがとうございます。えなさん、かわいい、ありがとうございます。猫さんもじゃあ、ありがとう。とうとうもくれとった猫さん。シナモンさん、小判ありがとうございます。ハートも、ユッキーさんもハートありがとう。小江さいしさん、めっちゃ小判くれとる。
新一ハート、ゆういちさんだるま、ありがとうございます。いいたくさん、まー、あ、ちゃんもだるま、ありがとう。新一かわいい、ありがとう。こうじさんハート、ありがとうございます。ふう、こえさいさん、新一こわーん、ありがとう。音符もくれて、こえさいさん。猫さん、だるまレンジャー、ありがとうございます。ゆういちさん、かわいい、ありがとうございます。ハートも。太郎くん、だるまレンジャーや、ありがとうございます。たくさん。ゆういちさん、ひまわり。しんいち、バラ、ありがとうございます。太郎くん、タコ、ありがとうございます。まー、あ、ちゃん、バラ、ありがとう。ペガサスさん、ハートにだるま、たくさん、ありがとうございます。おひつりさん、ハート、ありがとう。ルールルドゥルル、あ、ゆきーさん、だるま、ありがとうございます。ストリートくん、太郎くん、うま、ありがとう。猫さん、ハート、ありがとうございます。ここまでやは読めるの。今日もたくさんの星投げカウント、コメント、ギフトとありがとうございました。怖い話得意ですぜって、あれ誰か迷ったな、今度あのウィズライブ撮った時に怖い話しますって言ってくれた方、誰やったかな。怖いの苦手って、いやそれな、本当に。あ、さとちゃん、フロありがとうございます。毎日ありがとう。はい、お供タイムです。こっから今日のお供は、前にね、一回ねいただいて飲ましてもらったんやけど、もう一本あって、それがで、あの同じなんやけど、それを飲みたいと思います。今日はこの間も言わせてもらったトマトジュースです。あれ、今日トマトジュースの話出たね。ほんで野菜の日やからな、トマトジュース、私の大好きな。これ前にもお供で飲ませてもらって、大島のトマト、長崎発、食塩不使用、いただいたやつです。飲んでいきましょう。よし、開いた。これはね、新一やったかな、いただいた、ありがとうございます。音鳴るかな。あ、コップ、今日も花火打ち上がるやつなんやけど、打ち上がるかな。いや、全然音ならんかった。あ、花火咲いてきました。あら、頑張って、ちょっと足りんかったかも、冷たさが足りんかったかも、不発かも。では、音もある方一緒に乾杯。もう匂いからめっちゃ濃いわけ、おいしそう。うん、おいしい。ほのかに甘いよね。またほのかに言うてしもた。ほのかに甘いんですよ、それがまたおいしい。で、もう見ての通りめっちゃ濃いですから、トマトが。トマトジュース好きな人はもう絶対好き。もうめっちゃ高級感あるし。優勝。あと20分で9月1日になります。皆さん、8月やり残したことないかい。学校始まる方も多いのかなあ。今年はでもちょっと早くに始まってる方が多いのか、学校。やり残したことしかないぜって
それな、私も皆さんの前でライブをするということをずっとやり残してるので。いや、今年も3分の2終わるんだって。早すぎる、本当に早すぎる。こないだ明けましておめでとう言うた気がする。なんか年を重ねるごとに1年がどんどん早く感じるらしいんですが、本当ですか皆さん、人生の先輩の皆さん。トマイッチ読まれますように。あ、トマイッチ、トマイッチどこ、トマイッチどこどこどこ、トマイッチ、ちょっと待って、トマイッチが見つけられないんだけど、トマイッチ、どこ、あららら、あ、あ、もっと前か。で、さっきね、誰かが来てくださっとったよね、しかも。あ、しんじ、おった。マンボウさんもいらっしゃい、ありがとうございます。やばい、今日めっちゃ過ぎちゃった。ヤマピ、ひまわり、ありがとう。あ、うさみ4週、ありがとうございます。あ、本当ですよ、めっちゃ早いって。本当です、あ、本当ですか、すごいな。あら、本当に。あ、マサ31さん、フル、ありがとうございます、嬉しい。あら、ほんまに会いたいです。でも、あの、これからずっと会えないということはないと思うから、それまで力を貯めて頑張ります。ノーさん、ハート、ありがとうございます。あ、トマイッチ、ありがとう、ありがとうございます。シナモンさん、ハート、ありがとうございます。遅くなりましたがランキング読みしてくね。今日もありがとう。13位から13位、猫さん、ありがとうございます。誕生いつもありがとう、本当にお疲れさん。12位トマイッチ、トマイッチ、トマト、ありがとうございます。美味しいトマト、嬉しい、今日も美味しかったです。11位ゆういちさん、ありがとうございます。壇上乗ってくれてありがとう、いつもお疲れさん。10位おゆきさん、ありがとうございます。いつも壇上ありがとう、お疲れさんです。9位ポップマスターさん、お疲れさんです。いつもありがとうございます、ランキングありがとう。8位声差しさん、ありがとう、8位でございます。たくさん投げてくれてありがとう。ラッキーセブン、おケンジ、ありがとうございます。明日はいい日になるぞい、いつもありがとう。6位ローマ字のマサさん、ありがとうございます。壇上ありがとう、今日も。5位お太郎くんじゃ、太郎くん、ランキングいつもありがとうございます、お疲れさん。4位お村ちん、ありがとう、村ちん4位です。めっちゃいつもありがとうね、お疲れさん。3位、あぼん、君はペガサスさん、ありがとうございます。3位です、たくさん投げてくれてありがとう、お疲れさん。そして2位、あぼん、ジャーマン隊長、隊長ありがとうございます。ゆっくり寝てね今日は、お疲れ様。そして今日の第1位、アボン、なんと今日500回訪問のおひつりさん、一番なんだけど、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう1位、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。一周回っちゃった。なら、ちょっと曲変えるわ。何や。あ、スマイルクエスト流れちゃった。じゃあスマイルクエストのまま行こうか。よし。ほんなら、3250名様たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらまた来てくれたら嬉しいです。この後、私の家族の猫ちゃんを紹介したり、カラオケタイムがあったりするので、よかったらお付き合いください。ちょっと待って、きなこを召喚してきます。よいしょ、Thank you.
ちゃん、キー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 ちゃんのおなーりー。あ、ごめん、キーちゃん、キーちゃん、ごめんね。タイムリミットは今夜10時、ギリギリ。あなた、キノコって言うのね。時々急に電柱の影に隠れながら、音楽名さえさえあればって。キノコしか勝たん、本当に。キノコ、言いたいことがあるんだよ。きなこはやっぱりかわいいよ。はい、きなこどうぞっと。よいしょ。はいはーい、ただいま。よいしょ。よし、失礼。明る、暗。よし、じゃあ最後ね、いつもあのカラオケ曲歌って終わって締めてるので、リクエストタイムにしたいと思います。初見さんももしいらっしゃいましたら何でもリクエストしてください。あ、ようこさん、カウントありがとうございます。ではリクエストタイム、よーい、スタート。マハさん、読めた、かわいい、ありがとうございます。マッハさん、サキボさん、サキボさん読めたよ、ありがとうございます。あ、てっちゃんありがとう。トキキさんもフォローしてくれとる。ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。